受講のきっかけを教えてください。はい、プラップスタイリングのスキルを身につけたいなと思って受講を決めました。特に以前スタイリングのアシスタントに入らせていただく機会があったんですけれども、その際に導いていただいた日本柳先生のスキルを実際に学ぶことができるっていうのは本当にこう自分のスキルとして得たいところだったので受講を決めました。ご受講されて、それをどのように活かしたいですか？その商品をより魅力的に見せたりとか、世界観っていうのを作っていくって力を身につけて仕事に活かしていきたいなというふうに考えています。ご受講のきっかけは何でしたか？テーブルウェアスタイリストのレッスンを受講した際に、プロップのスタイリングの現場を拝見させていただいて、もっとこうビジュアル表現っていうものを知っていきたかったのと、あと技術をもっと高めていきたいなと思いましたので、今回のプロップスタイリストを受講することに決めました。今日ご受講してみていかがでしたか？テーブルウェアスタイリストの時に学んだことよりももっと専門的で細かい知識とか技術を知ることができて、実際にやってみて難しさというのをすごく感じたんですが、細かく説明くださったのでとても分かりやすかったです。